I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello, people. This is the continuation of Digimon Cyber Sleuth. Please enjoy.
さあ、行こう。さあ、行こう。さあ、行こう。ダメだ、一旦行こう。さあ、行こう。僕たち、かなわない。さあ、行こう。僕たち、かなわない。
開始だ。あれよ。やあ、お互いアンダーゼロの騒ぎには巻き込まれずに済んだようだな。さすがは、私がビジネスパートナーに選んだだけのことはある。小坂明を倒したと聞いたよ。おめでとう。これでこれまでの情報提供の謝礼代わりに、時間をもらおうか。まだ私を疑っているのであれば、来なくても構わない。だが、自分のアカウントがどうなったのか、知りたくはないのかね。小坂のところでは見つからなかったのだろう。待っている。ほんと、バカなんだから。
よく来てくれた。紹介しよう。彼らは元デモンズのメンバージミーケンが配送したザクソンによるデモンズの残党狩りもアンダーゼンの騒動を巻き込まずに屈指のハッカーじゃ。ここからはデモンズの最終版、私たちは愚かな指導者、エーデンの守護者を拾うザクソンのバルコンにデモンズの開発へ。だがザオールのバルコン、エーデンの真に導くのはこの私だ。この剣が諸君、ついに私たちの時代がやってきた。今まで虐げられていた私たちがエデンに新しい秩序を作る。どうだい、君の姿が真の伝説の始まりだ。ジミーさんのような曲がり者の伝説では、この前の話の続きをしようか。私はこう、答えが出たか。なぜ君は赤い塔になる。私はそれを確かめて、ずっと君に協力してきた。君は私だからだ。君は一体何者だ？なぜ私の名を名乗る？なぜそう断言できる？記憶などデータ化されている時点で改ざんができる。ログイン時に君の精神データに手が加えられていないと誰が証明できる？わからなくなってきたようだな。これは特製の電磁の檻だ。精神データが換金され、ログアウトできなくなる。君が何者なのか、悪事をするまでそこにいてもらおう。私以外の私に、これ以上余計なことをされても困るしね。悪あがきはしないことだ。そこでは一切、何？もし一生出られなくても、現実世界ではエデン症候群として処理されるさ。君に、本当に肉体があるのだ。俺こそが。大丈夫？何してるって？
君に何かあったら助けるよ。エリカに言われどころ、ずっと背中にくっついてたってわけ。偉いでしょ。えへん。デジモンが見る幻覚って、私とあんただけの通信リンクの存在、忘れた。ああ、そっか。私とエリカは、エリカってそういうこと。ケイご自慢のその折も、私の記憶サーバーのプロテクトにまでは干渉できる。また一人で動いた。私がワームに送ったからよかったのに。どうぞなかった。どうぞ正直。反省ね。素直でちょっと待って。今、その檻を解析する。で、Kは、エデンのマップを書き換えて檻を生成してる。一人のハッカーが、こんなことまでやってのけるなんて、デジモンを遠隔操作したけれど。こいつ、間違いなくレジェンド級のハッカーだよ。どうして今まで名前が聞こえてこなかったの？何？ひょっとして、ケイが言ったこと、まだ君前に言ったでしょ？あれは、君を混乱させようとしているだけだ。納得できないなら、証拠を見せてあげる。ワームよ、やって。はーい。これがエデンにあるエリカの記憶。私を中継して、サーバーから引き出してるの。私たちだからできる、特殊なゲートってわけ。どう？自分の記憶に自信がなくても、他人の記憶の中に、自分と同じものがあれば、少しは安心できるんじゃない？自分の記憶が当てにならない気持ちは、少しわかる。私の岸辺が言ったように、私は現実とエデン、どっちにいるんだろうって。時々、すごくでも、君は違うでしょ。君の心や体は一つだよ。エデンにいたって感じるはず。今でも、君はフーディーにいる。あの椅子に座ってる。どう？少しは安心できた？終わったよ。さすがエリカ。話しながらハッキングも済ませてたなんて。当たり前でしょ。普通の人とは処理速度が違うもん。私の頭はエデンそのものだよ。この檻を破壊し逃がしたら俺がケイにアカウントをぶっ壊されちまった。まずい、見つかっちゃったよ。ケイに連絡されると厄介だよ。おとなしくしてな。
だこの匂い。だ。エリカに座って改造した私の必殺技。粘着性の電磁的なものを撒き散らし、敵を足止めしつつ、強烈な電気フレーバー、すなわち電脳空間で記念すべき初お披露目は、みんな大好き納豆の香り。みんな大好きじゃ意味ないじゃないの、バカ。俺は納豆が大嫌いなんだ。さあ、K の正体について知っていることを教えて。K、エリカが言ってるよ。そこは言い切りなさいよ。ほんと閉まらないんだから。 K の正体なんて知らねえよ。数ヶ月前に突然現れて、いつの間にか地味犬の副官みたいな地位に収まってたんだ。本当に何にも知らねえって。 K は失敗した奴にはマジで容赦ねえんだ。早く逃げないとアカウントを破壊されちまう。本当に何も知らないみたいだね。マム、任せて。そいやエリカの気を…危険だね。そうじゃなくて、K のことは気づかなかった？エリカが言いたいのはね、君のアバターを持っていた K こそ、君のアバターを買った本当の犯人。これまで K がいろんなハッカーのもとに君を誘導していたのは、疑いの目を自分からそらすためだったと考えれば辻褄が合う。それに穂坂を倒した時、奴の様子がおかしかったって君が言ってたでしょ。もしかしたら穂坂も K がアバターを遠隔操作していたのか。デジモンを遠隔操作してくるような相手だもん。可能性はあるよね。奴は犯人を倒したと君に油断させておいて、君自身の精神データを確保しようとしてきた。何のためかわからないけど、 K は君になり変わろうとしているのかもしれない。君を消そうとしたのがその証拠だよ。本物がいなくなれば、このエデンでは K が君になる。気をつけて、奴は。何？そういうの、真顔で言うとか、本当信じられない。エリカ、そのうるさいの？あんたは、またそうやって余計なことを。もう用は済んだんだから、早く戻ってきなさい。はーい。まったくもう、君も、K に見つかる前に戻ってきなよ。あ、そうだ。掲示板に、真田新からの書き込みがあったよ。メッセージを転送するね。お兄ちゃんとまだ連絡が取れないし、君、この人なら、お兄ちゃんが行きそうな場所に、心当たりがあるかもしれない。終わったら帰ってきてね。相談したいことあるから。
お宅はフーディエン掲示板見て来てくれたのか。リュウジは？リュウジと連絡がつかない。なんかあったのか。千歳がリュウジをかばってエデン症候群に。マジかよ。クソ、この女どれだけ俺のダチ。それを聞いたらなおさらこの計画成。俺たちは今岸辺が企てたある計画を。パラダイスロスト計画って言ってな。信じられないだろうが、その計画であの女は世界の破滅をも。おったまげちまったか。確かに。デジタルワールドって聞いたことあるか。デジモンたちはそこから来たらしいんだけど。ええ、知ってるのか。それなら話は早いぜ。そのデジタルワールドと俺たちの人間世界は次元の壁と呼び、岸辺はその壁に穴を開けて二つの世界をつ。そうすっとロイヤルナイツっつーとんでもなく強いデジモンが俺たちの世界にやってきて人間を滅ぼしちまうんだとさ。俺たちにもまだ正確なところはわからねえ。でも俺の仲間が言うにはとんでもねえデジモンの手先か、デジモンそのものなんじゃねえかって話だ。俺たちはひょんなことから岸辺の計画を知っちまって止めるために動いてるってわけ。仲間の一人に優秀な指揮官がいてさ、その人がこの計画を阻止するプランを立ててくれた。これから俺たちは主要な電力施設にハッキングをかけて東京中に大規模。そうすりゃ奴らの計画は阻止でき。おーい、ついてきてこ。ま、そうだよな。世界の破滅で、こんな漫画みてえな話、すぐには信じられねえよな。俺の昔の仲間も、深くは聞かずに付き合ってくれて。理由なんてどうでもいいんですよ、新さん。こんなビッグな作戦に参加できるの、久しぶりで、嬉しいっす。その通りだ。昔を思い出して腕が鳴るぜ。なあ、アラ。よしてくれよ。そろそろ時間だ。みんな、各セクションに散って、合図を待ってくれ。おう！ま、そういうこと。ユージのことは、俺も気になる。だが、オタクの腕は知ってる。よければ、手伝ってくれねえか。六本木発電所サーバーに回す人手が足りねえんだ。仲間が待ってるから一度店に戻る。構わないぜ。時間には戻ってきてくれよ。シベリエがそんな計画を。やっぱりあいつは今も。計画の真偽はともかく、岸辺の計画を阻止するっていうのワームモンには悪いけどね。私どうして。どうしてって、あんた故郷のデジタルワールドに帰る方法を探してたんでしょ。岸辺の計画が成功してその次元の壁とやらが崩壊したら、あんただって向こうに帰れるかもしれないじゃない。わ、うん、わ、わ、忘れてた。だってエリカたちといるのがあんまり楽しくて、正直帰ることなんてどうでもよくなっちゃってたんだ。そののんきさ、いっそすがすがしいわ。君、真田新たの計画で六本木の発電所に行くんだよね。私も
エデン症候群に関わる謎を知っていそうな人物にコンタクトを取りたいの。覚えてるでしょ、スウェド明美。あの新宿の所在を調べたら、ちょうどその発電所にいるみたいなの。なぜそんなところにいるのかわからないけど、話が聞きたい。私、ちと無茶なのはわかってる。ネットに転がってる。でもこのままじゃ、エリコ。だからお願い、力を貸して。何それ。あのね、何度も言うけど、そういうこと真面目に言うの。それじゃあやることは決まったね。まず第一目標は、それと並行して千歳を助ける方法を探す。